トロイ・トロイツキー、トロイ・トレバー・トロイツキー、トロヤ・トレバー・トゥーラ・ウィッキー、1984年10月10日帯は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称は、トゥーロ、カリフォルニア州サンタクララで誕生。父は、子供の名前の頭文字をすべて T で統一する。 ことにこだわったらしく、トロやトレバーと名付けられた自分だけでなく、兄や姉も T から始まる名前になっている。同州サニー・ベールの二進学後は、野球だけでなく、バスケットボールでも好成績を残す。しかしトロイツキーは、バスケがいいなと考えたこともあった。でも、父さんが野球をやっていたし、父さんもメジャーリーガーを目指していたからね。 父さんの夢を追うつもりで野球を選ぶことにした。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校では、憧れのガルシア・パーラと同じ背番号5を身につけ、声優劇種に定着。後に入学してくるエヴァン・ロンゴリアとはポジションが重なっていたが、トゥローイツキーは声優劇種の座を守り、ロンゴリアが三塁種へコンバートされた。在学中の活躍から、 同じ大学出身でにアメリカンリーグ新人王を受賞したボビー・クロスビーと比較されるようになる。2、コロラド・ロッキーズからドラフト1巡目、全体7位指名を受け、プロ入り。トゥロー・イツキー自身は、当初、1巡目、全体3位指名権を持つシアトル・マリナーズからの指名を予想していた。しかし当時のマリナーズは、本拠地球場、政府フコフィールドの特性に合う。 強打の左打者を欲していたことや、遊撃には、マイケル・モースや、アダム・ジョーンズなど、有望株が控えていたことなどら、トゥロイツキーではなく、ジェフ・クレメントを指名している。契約後は、ATBA 級モデストで22試合に出場し、打率、266.4本塁打を記録して、プロ1年目を終える。わずか22試合の出場ながらトゥロイツキーは、 守備を中心に高く評価され、シーズン終了後にベースボールアメリカが発表した若手有望株ランキングではロッキーズ参加の2位に入った。続くは A 級タルサでシーズン開幕を迎え、夏場にはマイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームに選出される活躍を見せる。104試合で打率、291.13本塁打、61。 打点という成績を残したトゥロイツキーは8月30日にトリプル A 級コロラドスプリングスを飛び越してメジャーへ昇格。同日のメッツ戦に7番遊撃として先発出場しマイナー経験126試合という球団史上最速でのメジャーデビューを果たした。9月4日のパドレス戦ではウッディ・ウィリアムズからメジャー初本塁打を放つなど25試合に出場して シーズンを終えた1年目を、トゥロイツキーは、初めて、コールアップされた頃はやっぱり席で戸惑っていた。やっぱりメジャーの壁は熱いなって思ったと振り返っている。トゥロイツキーは、スプリングトレーニングで、クリント・バームスと、声優劇種の座を争う。結果、守備力は両者とも遜色なかったため、オープン戦の打撃成績が良かったトゥロイツキーの方が、レギュラーを勝ち取った。 4月2日のシーズン開幕戦に7番、遊撃として、先発出場したトゥロイツキーは、その後も攻守に奮闘。特に守備は、守備機械数、視察、補殺、閉殺処理数、守備率などの指標で、軒並みメジャー最高の数値を残し、またプラスマイナスシステムという指標でも、全遊撃手中最高のプラス35を記録、憧れのジーターよりおよそ70個も多くアウトを。 取ったという結果が算出された。一方の打撃では、4月中には、打率が1割台に低迷した時期もあったが、次第に調子を上げていく。9月10日には25本塁打を放ち、アーニー・バンクスがに記録した、ナショナルリーグ新人遊撃手による、最多記録を更新。シーズン終盤には、二遊間コンビを組む松井和夫が1番打者、トゥローイツキーが2番打者として起用されるようになり、 これと、ほぼ同時期から、ロッキーズの快進撃が始まった。チームは9月16日から11連勝を記録するなど同月を20勝8敗の好成績で、終え、レギュラーシーズン162試合終了時点で89勝73敗と、ワイルドカード争いで、パドレスと並んだ。この結果、ロッキーズとパドレスで、ポストシーズン進出をかけた、ワンゲーム、 プレーオフが10月1日に開催。この試合で、トゥローイツキーは、まず初回裏、無視二塁での第一打席に、内野安打を放ち、チャンスを広げ、先制点につなげる。4から5と1点ビハインドで迎えた5回裏には、先頭打者として二塁打で、出塁、続くマットホリデーの敵地打で同点のホームを踏んだ。そして2点を、追う延長13回裏、無視二塁の場面では、 相手クローザーのトレバー・ホフマンから敵時二塁打を放ち1点差に詰め寄ると続くホリデーの敵時三塁打でまたも生還し同点にこの後ジェイミー・キャロルの犠牲フライでロッキーズがサヨナラ勝利を収め12年ぶりのポストシーズン進出を決めたトゥローイツキーはこの試合で7打数4の安打1打点この試合の結果はレギュラーシーズンの成績に入るため トゥローイツキーのこの年の成績は155試合で打率291.24本塁が99打点アップス838となった。その後チームはフィリーズとの地区シリーズを3勝0敗でダイヤモンドバックスとのリーグ優勝決定戦を4勝0敗でそれぞれ制して球団史上初のワールドシリーズ進出を果たす。だが、 メジャー最高勝率のレッドソックスと対戦した同シリーズでは、ロッキーズはナス術なく0勝4敗で敗退。トゥローイツキーも初めてのポストシーズンで打率。195アップス608とレギュラーシーズンからかけ離れた不本意な成績に終わった。シーズン終了後には主要アワードの受賞者が発表され、新人王はライアン・ブラウンがゴールドグラブ賞。 遊劇種部門はジミー・ロリンズがそれぞれ受賞。いずれの賞もトゥロイツキーは有力候補だったが受賞を逃した。新人王投票では受賞者のブラウントにトゥロイツキーの獲得ポイント差はわずかにでに導入された形式化での投票では史上最も僅差であった。これについては落胆の素振りを見せなかったトゥロイツキーだが、 メジャー最高の守備成績を残しながら受賞できなかったゴールドグ部署については守備にはすごくプライドを持っているから受賞できなかったことは少し残念だったと悔しさをにじませた。それでもこの活躍に球団は1月23日、トゥローイツキーに6年3、100万ドル、7年目の Y1、500万ドルの球団オプションの長期契約を与えた。 メジャー経験2年以下の選手としては、史上最高額となる契約である。の、スプリングトレーニングでは、球場をクラブハウス内のトゥローイツキーのロッカーが部屋の中央に配置された。前年に実質1年目を終えたばかりの若手がこうした扱いを受けるのは異例で、トゥローイツキーがすでにチームの中心選手となったことを表していた。4月1日のシーズン開幕戦には2番。 遊撃で先発し、第一打席での二塁打を含む四打数三安打と、順調な滑り出しを見せる。だがこの年、トゥローイツキーは二年目のジンクスに苦しむこととなる。翌二日から四試合連続無安打で、そこから打率一割台と低迷。二十九日のジャイアンツ戦では一回裏の守備中に、左大体四頭筋を痛めて、途中退場し、翌日から故障者リストに入った。さらに、 7週間の欠場を経て6月20日に、復帰するも、7月4日の試合では、苛立ちからバットを叩きつけ、その破片で右手を16針縫う怪我を負ったため、故障者リストに戻る羽目に、前半戦は39試合で打率、166アップス、544という成績に、終わる。後半戦は、自分でも良くなっていると思うと語るように打率。 327アップス、858と復調したが、守備でもおかしな動きをして、足を悪くさせられないと、プレーが抑え気味になるなど、この年は、本来の調子からは、ほど遠い状態の一年だった。このシーズンを74勝88敗と負け越した、ロッキーズは閉幕後の11月、3選手とのトレードで、主砲ホリデーを放出。これにより、 初監督のクリント・ハードルからホリデーの後継となるチームリーダーの役割を求められる。2009年はダイヤモンドバックスとの開幕戦でブランドン・ウェブから翌日の試合ではダン・ヘイレンからそれぞれソロ本塁打を放つという出だし。ただこの年もシーズン序盤は前年同様に打撃不振で5月27日の段階で打率は227アップスは 710年であった。この時点で18勝28敗の畜細会だった。ロッキーズは29日、ハードルを解任し、ジム・トレーシーを公認に据える。6月に入り、チームは月間21勝7敗と好転。トゥローイツキーも、技術面では、打撃コーチのドンベーラーの指導で前鏡になっていた、状態を起こすようフォームを変え、また精神面でも、 参加マイナーのメンタルコーチから助言を受けたことなどがきっかけで調子が上向きになった。6月以降は毎月月間打率290以上、月間アップス1.000以上という好調を維持し、最終的にはシーズン打率、アップス、本塁打で自己最高を記録。トレーシーが監督に就任後、74勝42敗の ハイペースで勝ち進んだロッキーズは2年理にワイルドカードを獲得し、ポストシーズンに進んだ。地区シリーズでロッキーズは2年前と同じくフィリーズと対戦するが、1勝3敗で敗退し2度目のリーグ優勝はならず。結果的に最終戦となった第4戦では、1点ビハインドの9回裏、2し1に塁という一打逆転さよならの場面で、トゥローイツキーに打順が回ってくるが、 ブラッドリッチの前に空振り三振に倒れ、ゲームセット。これによりロッキーズの2009年シーズンが終わった。シーズン終了後のリーグ MVP 投票では、トゥロイツキーは5位に。また私生活では、高校時代より付き合っていた恋人のダニルと11月に、決した。は、6月に支給を手首に受けたことで、故障者リスト入りしたため、122試合の出場に、とどまった。しかし、 シーズンでは打率315.27本類が95打点11盗塁という成績を残し打率と打点は前年の数字を上回った圧巻だったの9月の活躍であり9月3日からの15試合で14本類三打31打点という成績を記録また9月15日のサンディエゴパドレス戦では1試合で7打点を記録し スポーツイラストレーテッド氏から地球上の生物とは思えないと評された。最終的に9月は15本類が40打点、30得点、長打率800を記録し2度の週間 MVP と月間 MVP を獲得した。オフにシルバースラッガー賞と自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を2年連続で獲得した。 は、左足内転筋の負傷の影響で、47試合に止まった。6月13日、守備でダイビングキャッチを試みた際に、右のあばら骨を骨折し、故障者リストに入り、その間の25試合を欠場した。は、開幕ダッシュに成功し、84打数32、あんだ、打率、381、7本塁打、22打点などと活躍し、 4月の月間 MVP を受賞した。5月3日、本拠地で行われたニューヨークメッツ戦で通算1000本安打を達成た。8月15日、股関節を手術し、残り試合を欠場した。この年は離脱するまでに91試合に出場し、打率340.21本塁が52打点だった。開幕から87試合に出場して打率。 300.12本類が53打点を記録していた。7月28日にホセレエース、ミゲル・カストロ、マイナー選手2名とのトレードでラトロイ・ホーキンスと共にトロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズ移籍後は41試合に出場したが、打率239.5本類が17打点に止まった。合計128試合に出場し、 規定打席に到達した。打率280.17本類が70打点だった。は、声優劇士として131試合に出場。打率こそ254ながら24本類が79打点という成績を残した。また、通算200本類打を達成した。7月28日のローサンゼルス・エンゼルス戦で1塁に、 走り抜ける際に右足首を捻挫し、翌29日に10日間の故障者リストに入り、8月9日、60日間の故障者リストに移行し、残りのシーズンを全休したため、66試合の出場に止まった。は、開幕から60日間の故障者リストに入っていた。この年は復帰することはなく、12月11日に2年3800万ドル。 約43億円の契約を残しながら戦力外となったことが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。